どうもこんばんちは、キシトです。シークレットゲーム続き読んでいきたいと思います。ラギサが泣き止んだのはしばらく経ってからのことだった。女性に触る機会なんてめったにないのでちょっと役得でした。バカね。総一を抱きしめるナギサの手の力が強まる。総一君はまだ私を仲間だと思ってくれてる。渚はそう言うと、じっと総一の瞳を見つめる。彼女の大きな瞳は何かを訴えかけるようにして揺れていた。さっき仲間だって言ったはずですけど。女ってね、確信できるまで何度でも言葉にしてもらわないと不安になる生き物なのよ。渚はそう言って苦笑する。しかしその瞳は総一を見つめたままだった。渚さんは俺たちの仲間です。ありがとう、総一君。うなどいた渚の目尻に涙の粒が光る。これは悲しいからの涙じゃないんだよな。だから総一はその涙は気にしないことにした。それで総一君、これからどうしたらいいと思う？そうですね。総一は渚の台本は少し考える。これまで通りでいいと思います。まあでも渚さん、俺のこと以外で命令ってあるんですか？総一君のこと以外は撮影しか命じられてないわ。それ以外は何をやってもいいことになっているの。何をしてもですか？ねえ、誰かに肩入れすることだって許されてる。私たちゲームマスターのそういった自由行動もショーの一部として扱われているの。そして彼女が俺に肩入れしているのが分かったら、彼女の反応が見たくて俺を殺せと命令してくるわけか。なるほどね。どんな奴がこんなことを考えてるんだか。総一はこの時軽い吐き気すら感じていた。例外はショーの体裁を壊すような行為、これだけはペナルティの対象になるわ。結局1ミリになったとはいえ、渚さんは俺たち同様にもてあそばれてるってことか。どうしたの総一くん。渚が心配そうに総一の顔を覗き込む。それで総一は自分がひどい顔をしているんだということに気がついた。ちょっと考え事をしてました、すみません。そう？だが渚の心配そうな表情は変わらなかった。仕方なく総一はそのまま話を先に進める。話を戻しますけど、何をしてもいいというのならこのままカリンの首輪を外せばいいと思います。それで渚さんの首輪を外して、そして最後は。総一は最後までは言わなかった。渚も無言だった。そして彼女は再び総一を抱く腕の力を強める。お互いにその話題には触れない。しかしそれなのに二人は互いの存在に強く惹かれ合っていた。おっと、これはお邪魔だったか。そんな時、料理を変えてカリンが二人のところへ戻ってきた。その表情からすると、総一たちの会話の内容に気づいた様子はない。カリンは近くまでやってくると、抱き合う総一と渚を見てにやりと笑った。意外と手が早いですな、三剣総一くん。バーカ、そんな上等なもんじゃないよ。総一は苦笑しながら渚を解放する。本当に？多少乱脱でもカリンも女の子、この手の話題には興味があるようだ。ねえ、本当よ。カリンの笑顔を見て気を取り直したのか、渚は笑顔で自分の方の涙を拭う。手を出したのは私の方だから。そしてそんな渚の言葉に驚いた総一が彼女の方に顔を向けた瞬間、渚は総一の唇に自らの唇を押し当てた。目を丸くして驚く総一とカリン、特に総一の驚きは大きく、呼吸と思考は完全に止まってしまっていた。子供にはちょっと刺激が強かったかな。そして渚は固まったままの二人ににっこりと笑いかけるのだった。よーし、4階到着っと。あんまり先に行くなよカリン、首輪の反応がないからって油断しちゃダメだ。はいよ。総一に叱られると、ホロを覗き込んでいたカリンはすぐに戻ってくる。でも総一、
なかなか追いつかないね。ああ、会えれば助かるんだがな。同志たちは出会ったことのない最後の一人を追っていた。宗一くん、渚がささやく。何ですか？多分十中八九その一人はもう一人のゲームマスターよ。その声は彼に聞こえないように派遣されていた。確かですか？その人と直接同じゲームに参加したのはこれが初めてだけど、プロフィールを見た限りではやられているとは思えないし。ということは、仮に追いつけたとしても。宗一の声も低い。内戦だけ届くように気を使っていた。多分私たちと協力はしない。このまま私たちを勝たせてしまうと面白いショーは作れないもの。内戦の言うゲームマスターとは、このゲームを管理運営するためのスタッフだった。13人の中に最初からこのゲームを運営している人間が混じっているんだ。いくやルールや武器を与えられたとしても、人間はなかなかそれだけでは殺し合いを始まない。幾所の作品によくあるように、いきなりルール通りに行動する人間は現実ではほとんど現れない。これは実際に宗一たちもそうだった。だから何とかしてそれを参加者たちに信じさせる必要があった。ゲームマスターの仕事の半分はそこに尽きた。渚によれば、漆山の死はゲームマスターによるものだった。ルール違反で人が死んだりするのを見れば、残りの人間は嫌でも現実を理解する。しかし不運な偶然が起こらなければ、ルール違反は起こらず、誰も現実に気づかないまま時間だけが過ぎてしまう。だからルール違反が起こらずに一定期間が過ぎてしまった場合、それを避けるためにゲームマスターはカジノで人気の低い人を見せしめに殺してみせるのだった。そしてゲームマスターのもう一つの仕事はゲームバランスの管理だった。特定メンバーに有利な道具や人材が集まりすぎた場合や、極めて初期に特定の人間の一方的な勝利や敗北が確定してしまわないようにゲームに介入していくのだ。多くの場合、エクストラゲームはそのために用いられる。基本的にゲームには2人のゲームマスターが投入される。1人はゲームの管理を行うためのゲームマスター、そしてもう1人は大佐のようなカメラ撮影が主な仕事のサブマスターだ。サブマスターは基本的に本部とは連絡を取り合わず、簡単に参加者の一人とふりをして撮影を行う。撮影対象はゲーム開始前に伝えられ、その人物のすぐそばでスタートする。だが、サブマスターは撮影の他にも重大な仕事があった。それは、メインのゲームマスターにアクシデントが起こった場合に、ゲームの管理を代行することだった。その時は本部からの連絡があり、彼女は撮影を中断してゲームマスターとして行動を開始することになる。だが、宗一たちが4階に到着した今でも、アイサにゲームの管理をしろという命令は届いていなかった。手塚や高山、それから長沢がゲームマスターってことはないんですか？それはないわ。今回のマスターは40歳くらいの女性なのよ。ともかく、私に権限が回ってきていない以上、残りの一人がゲームマスターである可能性は濃厚だわ。例外は、これ以上の管理が不要であると運営側が判断した場合だ。この場合はゲームマスターが行動不能に陥ってもサブマスターに指令が下されることはない。しかしそれはあくまで終盤での出来事だ。まだほとんどの人間が中層階にいる現状でそれが起こるとは渚は考えていなかった。何かエクストラゲームを仕掛けてくるかもしれないし、考えなしに追い続けるのはまずいかもしれないわ。厄介ですね。二人がそこまで話したとき、カリンがすぐ近くまでやってくる。さっきから二人で何こそこそ話してんの？カリンちゃんには内緒の大人の話。そして渚はウィンクしながら宗一に投げキスをしてみせる。うわ、大胆。カリンが笑い始めたのを見て、宗一と渚はうなずき合う。その時だけ二人は大真面目な表情を作っていた。とりあえずさ、宗一くん、先のことより追ってくるこの3人をどうするか考えないとね。渚はレイカの残した PDA を宗一に見せながらのんびりとした声を出した。そこに表示された地図には、宗一たちを追いかけるようにして3つの交点が映し出されている。正体不明の敵よりも今は現実の敵か。そうですね。宗一は渚に向かってもう一度うなずいた。見ろよ、高山さん。どうした？
手塚は後ろからやってくる高山を手招きする。手塚は開いたまま放置されている救急箱とそこにあった茶見えのタオルを見ながら笑っていた。タオルの血はまだ乾ききっていない。どうやら少し前にそこで誰かが傷の手当てをしたようだった。長沢のやつ、やっぱり怪我をしてるらしいぜ。手塚と高山は総一たちではなく長沢のことを追跡していた。長沢は総一たちを追っていたから結果的に全員が総一たちを追っているように見えていたが、現段階では手塚たちは総一たちのことは追ってはいなかった。お前の狙い通りになったってことだな、手塚。笑いが止まらねえぜ。総一たちと長沢が交戦に入りそうだという状況で放置を提案したのは手塚だった。高山はそれを了承し、手塚たちは介入せずにそのまま長沢と総一たちをぶつけた。そして再び総一たちと長沢が移動を始めた後になって追跡を再開していた。長沢の首輪を作動させれば、それで作動した首輪は4つ目だ。もうすぐこの忌々しい首輪ともおさらばだ。漆山、名も知らぬ少女、麗華。ここまでに手塚が作動された首輪はその3つ。あと2つ作動させれば、手塚は自分の首輪を外すことができる。長沢を殺した後、俺を殺せばちょうどだな。冗談きついぜ大将。あんたがそんなに簡単に俺に殺される玉かよ。あんたを殺すよりまだ残りの全員を皆殺しにする方が勝算が高そうだ。手塚はお手上げと言わんばかりだった。どうだかな。だが手塚のそんな言葉にも中山は表情を変えたりしなかった。冷静な瞳で笑い続ける手塚を見つめている。ほらな大将、あんたは少しも油断してくれねえ。本当に怖いのは俺を平気で勝っておけるあんただよ高山さん。手塚は口だけではなく心底目の前の男を敵にせずによかったと思っていたのだった。総一くん、まずいよ。レイカの PD を見ていた成田は血相を変えた。後ろの3つのうち1つ反応が消えてる。本当ですか。それと同時に、なんでかわからないけど、私たちの前にいるはずの人の反応も消えたの。ってことは、二人とも死んだってことか。総一がそう考えたとき、ポケットにしまった前になっていたフミカの PDA がアラームを鳴らす。総一が PDA を取り出すと、生存者数を示すカウントが一つ減っていた。残りの生存者7名。どういうことだ、これは。総一は驚きを隠せなかった。渚さん、一人死んだって。本当に首輪の反応は二つ減ったんですか。レイカの PDA にインストールされていたのは首輪の現代値を表示するものだった。それから二つ反応が消えたというのに生存者のカウントは一つしか減っていない。二つの首輪が作動したというのなら生存者は6名でなければならない。後ろは怪我をした長沢がやられたという解釈でいいだろう。しかし前方で消えた一つの意味がわからないのだ。どういうことかな。一人は首輪を外して自分で首輪を壊したってこと。カリンが首輪をかしげるが、総一はその疑問に答えていることができなかった。首輪を外しただけなら総一たちの持っているフミカのそれのように PDA に反応するはずだ。しかし PDA からは反応が消えてしまっている。だとすると首輪を壊したという解釈になるのだが、総一は答えを求めて渚を見ると、彼女は深刻そうな表情で首を横に振った。単純に首輪を外して壊したってわけじゃないのか。渚の深刻な表情は総一にはそう言っているように思えた。先に首輪を外したい気もするけど、ちょっとここで見張っていた方がいい気がするわね。中央制御室に辿り着いたゴーダはモニターを見ながら笑っていた。モニターにはゴーダ以外の6人の生存者が表示されている。少しずつ武装が進み、その誰もが簡単に他人を殺せるだけの力を備え始めている。今後の展開を気をつけてやれば激しい戦いが期待できそうだった。手塚さんは長沢君の首輪を作動させたんだから、あと一つでクリアか。気をつけないとろくに総一君たちと戦わずに終わっちゃいそうね。要注意だわ。ゴーダは手塚の動向に注目していた。手塚の出方次第では総一たちと手塚たちは戦わずに終わってしまいかねない。エキサイティングな展開を望む客の要求に応えるのが仕事のゲームマスターにとっては、それは望む展開ではなかった。
長沢くんの PDA が手塚さんたちに渡ったんだから、総一くんたちの追跡に関しては問題ないわね。ちょっと強力な武器を渡してみましょうかね。そうすれば安易に戦ってくれるだろうし。ゴーダー村でピアノでも弾くかのように楽しげにコンソールを叩いていく。その前のない滑らかな指の動きは、ゴーダーの熟練の深さを伺わせる。4階の武器だけじゃちょっと押しが弱いか。彼女の手元の小さなモニターに4階にある武器の一覧表が表示されていた。ゴーダーそれを見ながらうまそうに眉を寄せる。もうちょっといいものを用意してあげないと、手塚さんと高山さんがかわいそうよね。よし。再び彼女の指がコンソール上を踊り始める。ここにある予備の武器はと。中央制御室にも武器庫がある。ゴーダーそこから手塚と高山のために武器を見積もってやるつもりだった。スナイパーライフル、これなんかいいわね。戦闘禁止エリアの外からでも余裕で攻撃できそうだし、総一君たちを驚かすにはいいかもね。ゴーダーは一覧の中にあった大型のナイフの写真を指先でツンツンと続く。待っててね、二人とも。もう少ししたらいいおもちゃをあげるから。彼女の役側はあくまで楽しげで、そこには他人の人殺しを誘導あるいは強要しているという自覚があるように見えなかった。だが厳密には自覚がないわけではない。ゴーダー真由美はそこまで鈍感な女性ではない。ただ単に慣れているだけなのだ。総一がこの世で見つけたライフルを担ぎ直していると、レイカの PD を覗き込んでいたカリンが総一の手を揺すった。総一、やっぱりあいつらまっすぐに私たちを追ってきてる。このままだとすぐに追いつかれるよ。総一くん。ナギサはやはりこの部屋にあったサブマシンガンを抱えて駆け寄ってくる。その扱いに迷いはない。総一はそんなナギサの姿を見て、改めて彼女がゲームマスターなのだということを再認識していた。結局あの二人とは接触しないわけにはいかないのか。PDA で探知できる人間は、すでに高山と手塚の二人だけしかいなかった。長沢らしき光点と、先行していた人物の光点が消え、生存者が一人減った。どちらが死んだのかはわからなかったが、探知できる人間が二人に絞られたことだけは間違いなく、高山たちにとっても、総一たちにとっても選択肢はなかった。でも総一、あの二人って…黒焦げになった少女を殺したのはおそらく手塚。そして今、長沢と接触して彼を殺した可能性が極めて高い。交渉の余地など残っていないのだ、ないのではないか。それが彼の心配だった。向こうの方が早いわ総一くん、逃げ切るのは無理よ。総一たちは4階から5階へ上がる階段を目指して移動していた。しかしそこまではまだ距離があり、途中には戦闘禁止でも見当たらない。とはいえ、仮に途中に戦闘禁止エリアがあっても、簡単には中に入れなかっただろう。出口を固められては困るし、いずれこの4階も侵入禁止になってしまう。すぐ越されることはなくても、あまり賢い選択ではない。となると、迎え撃つしかない。そうなるわね。戦うの？真剣な表情で話し合う総一と渚。彼にはそんな2人の顔を見上げて、不安そうにしている。こっちにはそのつもりはないけど、向こうがそう考えてくれるかどうかわからない。準備だけはしないと。無防備でいて一方的にこうされるのだけは勘弁してほしいな。光一は嫌汗が止まらなかった。内田さん、この先に比較的大きな部屋があります。どうすならそこにしましょう。うん、後ろに逃げ道もあるし、いざとなればそこから逃げましょう。この分だとあと30分もしないで来るよ。カリンは PDA を見つめている。わかった。二人とも急ごう。そして総一たちは足早に目的地へと向かった。この部屋は広く、いくつかあった箱以外には火を遮るものはない。そこを身を隠して通り抜けるのは不可能だった。総一たちは部屋にあった箱類を二つある部屋の出入り口のいずれの一方の周辺に集めた。総一たちはその陰に身を隠して、もう一方の出入り口からやってきた手塚たちと対峙するつもりだった。ガリンも渚も力仕事向きではなかったので、時間的にはギリギリだったが、なんとか手塚たちのやってくる前に山盛る準備を整っていた。総一くん、あの二人がもうそろそろ来るわ。間に合ってよかったですね。これでいきなり撃たれる心配はありません。一安心ってところです。
総一は寄せ集めの核で作ったバリケードに寄り替えながら霊下のことを思い出していた。見つけた銃に気を取られていた総一たちを左に長沢が襲った。そして霊下は総一を守って死んでいった。あんなことはもう二度とごめんだからな。総一も渚さんも霊下さんみたいになったら嫌だよ。カリンも同じ気持ちだったのかと総一と渚を見上げながらそんなことを言った。そうならないためにこれを作ったんじゃないか。総一は無所手でバリケードを叩く。それはそうなんだけどさ、総一くん、カリンちゃんは総一くんが私たちのために死んじゃうんじゃないかって心配してくれてるのよ。渚がそうやって助け舟を出すとカリンは遠慮がちにココイとうなずいた。今まではナイフとか拳銃だったから大丈夫だったけど、今はこんなライフルまであるわけでしょ。ナイツの手が総一の抱えているライフルに触れる。これまでと同じノリで総一くんが私たちを守ったら次は死んでしまうかもしれないわ。でもだからって守らないわけにもいかないだろう。総一は困惑する。だからそうならないようにもっと前から用心深くしてればいいのよ。危険なことに近づかなきゃいいだけなんだから。そんな総一に渚が笑いかける。わかりました、今後は気をつけます。よろしい。総一と渚のやりたいをじっと聞いていた帰りには少しだけ笑顔をこぼした。だけどカリン、今度だけはそういうわけにもいかないよ。多分このゲームで一番危険な二人がやってくるんだから。総一は立ち上がって手とかたちのやってくるはずのドアを睨みつける。そのドアからやってくる二人は半分以上の人間を手にかけているかもしれない危険人物。バリケードがあるからといって山漏れる保証はなかった。だが戦わずに済むかもしれないんだ。あまり焦りすぎるなよ。総一はそう自分を叱咤する。レイカちゃんか。渚はカリンの言葉を聞いた時から一つの考えが頭の中に浮かんでいた。それは総一も組織も裏切らずに唯一の方法だった。もし私がレイカちゃんのように死んだら、渚には総一たちを見捨てるけど妄想なかった。だが組織はゲームの終了前に総一を殺せと命じている。その情報を満足する唯一の方法はこのゲームが終わるよりも前に渚が命を落としてしまうことだった。それなら渚は総一も組織も裏切らずに済む。総一を殺さずに済み、家族に危害が及ぶ恐れもない。ミカが協力すればカリンの妹だって救える。全てが丸く収まるのだ。でも総一くんには言えないな。こんなことを言ったら総一くんは絶対に怒るもん。きっと家族のところへ帰れって偉い剣幕なんだろうな。渚は総一がそう言うであろうことがすぐに想像できた。そしてそんな風に思える自分が少しだけ誇らしくもあった。渚さん、考え事に沈んでいた渚は一度目の総一の呼びかけには気づかなかった。渚さん？ん？何？二度目の声に顔を上げる。俺だけじゃなく渚さんも死んだらダメですよ。お家族が待ってるんですから。それは総一にとっては話の続きに出た何気ない言葉だっただろう。しかしこの時、この瞬間に渚にとってその言葉は奇跡のような一言となった。うん、大丈夫だよ総一くん、大丈夫だから。総一くん、本当にあなたって子は。渚は涙が溢れそうになるのをこらえるのに必死だった。渚の真実を知ってなお渚を心配してくれる総一のことが愛おしくてたまらない。ねえ総一くん、もし私がただの女の子だったら、こんな血まみれじゃなかったら、あなたは私を愛してくれましたか？そんな口にできない思いが胸の奥に広がっていく。渚にとって総一は唯一無二の存在になろうとしていた。しかしそれは同時にとても悲しい結果を招くものでもあった。手塚たちが姿を現したのは、総一たちの準備が整ったすぐ後のことだった。あ、いるいる。逃げるのは諦めたのかい、三剣くんよ。最初の部屋に姿を見せたのは手塚からだった。そしてそのすぐ後に高山が姿を見せる。二人とも銃やナイフで武装しており、遠くからでもその手に抱えたライフルが矢でも目についた。高山は無言で部屋を見回した後、手塚の横に並んで立った。
俺たちは争うつもりはありません。奇遇だね。俺たちもさ。手作はニヤニヤと笑い続けている。この笑顔からは本気でそう思っているのかどうかが読み取れない。総一の不安は拭えなかった。総一。総一の横にしゃがんでいたカリンが心配そうな表情を浮かべ、そっと小声で総一の名を呼ぶ。総一は、手塚たちから見えない角度でカリンの頭をポンポンと叩くと話を続ける。俺たちは、PDA があと1台必要なんです。それさえ地理的に貸してもらえたら、余っている PDA も、外れた首輪も、それにジョーカーだって渡してあげることができるんです。俺たちは戦う必要なんてないんですよ。総一が口にしたジョーカーという言葉を聞いて、これまで 無表情を貫いていた高山が口を開いた。お前たちはジョーカーを持っているのか。はい。総一は高山の低い声に慎重に頷く。確かか。はい、間違いありません。そんな総一と高山のやり取りを聞いて、手塚が呆れたような声を上げる。おいおい高山さんよ、あいつらが持ってるってのはもう言ってあっただろうが。これで裏付けが取れた。これだよ。あんた俺のことかけらも信用してねえだろ。手塚は大げさに頭を抱える。それはお互い様だろう。まあな。しかし、手塚の目は少しも笑っていない。二人とも互いには共有していないのだ。何なんだこの二人は。こんな関係で一緒に行動できるものなのか。総一は目の前の二人の関係を見て、エルジが寒くなっていた。こんな二人と交渉できるのか。して大丈夫なのか。新たな不安が募る。俺はジョーカーを渡してもらえれば問題ない。じゃあ高山さん、あなたの PDA は2なんですね。そういうことだ。高山は総一の問いに迷わずうなずく。俺は首輪で構わないぜ。首ごとくれてもいいし、外れたのでも構わないぞ。外れた首輪も一つ手元にあります。こいつはおあつらい向きじゃないか。手塚はまた大げさに笑顔を作る。俺たちはここで全員戦わずとも首輪を外すことができるわけだ。そういうことだろう、ミツルギ。その通りです。わざわざ銃を撃ち合う必要なんてありません。総一は、額に汗をにじませながら慎重に言葉を紡いでいく。気を抜くわけにはいかない。目の前にいるのは何人もの命を奪った殺人者なのだ。正確にはそうではない可能性もあったのだが、そのつもりでいないと、手ひどいしっぺ返しを食らうことになる。総一にとっては、彼らはやはり殺人者だった。だが、俺は賞金にも興味があるんだ。お前らをやっちまってそれを増やすなんてこともできるんだよな。手塚は総一たちを 見ながら笑っている。俺たちにはおよそ4億円の賞金が必要です。それだけ残してくれるなら、後の賞金はお渡しする用意があります。4億。今の生存者は7人、1人当たりが2億8500万。お前らは3人だから8億5000万。4億引けば4億5000万。それを俺と高山さんで割れば。俺はその分け前はいい。ってことは俺の取り分は7億と4000万ちょっとか。だがお前ら本気で差し出す気があるのか。そもそもその4億は何に使う。手塚はポケットに手を突っ込んだままにやりと笑う。4億あれば連れの女の子の妹の治療費が出せるんです。その総一の答えに手塚は目を収める。総一の真意を伺っているようだった。頼む、この条件を飲むと言ってくれ。総一は胸の内でそう祈り続ける。4億よこせって言わなかったら信じてなかったかもしれないがな。手塚はパッと両手を上げる。総一にはほんの少しだが、手塚からの圧迫感が緩んだように感じられた。それじゃあいいぜ、その条件を飲もう。高山さんもそれでいいかい。ああ、問題ない。ずっと黙っていた高山もうなずく。総一、二人の顔がパッと明るくなる。渚も総一に向かってうなずいてみせる。
その場の誰もが一瞬だけ気を緩ませた。中山も手塚もこの時ばかりは例外ではなかった。でもね、そういう終わり方をしてもらっちゃ困るのよ。到着後、思いがけないことが起こった。突然、部屋の壁の一部がまるで窓のように開いた。それは一つではない。そうした人、手塚の近くでそれぞれ4つずつ壁が開いた。なんだ。一番最初にそれに反応したのは高山だった。殺しかけていたアサルトライフルを胸元に引き上げる。それとほぼ同時に壁に開いた穴から大口径のマシンガンが顔を出した。マシンガンは自動制御らしく、一糸乱れぬ統一した動きでその場の人間を狙った。残りの人間が動き出したのはちょうどこの辺りからのことだった。総司たちのそばにある4機のマシンガンはバリケードから上半身を出していた総長を狙っていた。そしてマシンガンのモニターが猛然と回転し始める。レイコちゃんみたいに。それを目にした瞬間、あいつの体は弾かれたように浮き出した。総一くん。そして総一を守るようにして立ち塞がる。ナギ。自分の前にナギサが割り込んできた瞬間、総一は金縛りが解けた。レイコさんみたいに。総一の目の前に立つナギサは満足そうだった。彼女はまるで隙間が落ちたかのように安らかな表情を浮かべていた。ずっと悩み苦しみ続けてきたナギサ、ついにそこから解放される時がやってきたのだ。バカ。総一は渚に向かって必死に手を伸ばした。いや、それどころではない。それはまるで体ごとぶつかっていくかのような勢いだった。総一の手が渚にかかった瞬間、総一の下半身に針が飛びついた。やろ。総一の引く力、しがみついた針の重量、その両方が重なり合って渚はその場に引き倒されていく。それとほぼ同時にマシンガンが火を吹いた。そのうち何発かが渚の髪をかすめたが、倒れていく渚には当たらない。そして総一たち3人は追い重なるようにしてバリケードの内側に倒れた。タイミングはまさに紙一重だった。もしレイカのことが頭になかったら、もしもの警戒をしていなかったら、きっと誰かがマシンガンで撃ち倒されていた頃だろう。その幸運に恵まれなかったのが高山だった。誰よりも早くに反応していたもの、さすがにこれは予想外だった。高山はとさにアサートライフルでマシンガンを狙撃したものの、破壊できたのはそのうちの1機だけだった。そして不幸にして手塚たちのそばに現れたマシンガンは全て高山を狙っていた。3機のマシンガンは家守るもののない場所に立つ高山を正確に撃ち抜いていた。この威力は凄まじく、持っていたライフルも身につけていた首輪もあっさりと撃ち砕いていく。ほんの一呼吸の間に高山は電信から真っ赤な血を吹き出して浅井と絶命した。くそ、魂しかやるじゃねえか、みつるぎ。手塚はこの状況を総司たちの仕業と考えた。この時同時に総司たちも攻撃を受けていたのだが、目の前で高山がボロクズのように死んでいく状況ではそれに気づく余裕はなかった。悪いな高山さん。手塚は一瞬高山を見ただけで手遅れだと判断すると、少しも迷わず身を翻した。そして手に持っていたものも全て投げ捨てる。この状況では何を置いても逃げるのが最優先だった。その素早い判断が功を成し、マシンガンが手塚の方を向いた時には彼の姿は部屋からは消え去っていた。手塚が部屋から姿を消すと、マシンガンを駆動するモーターが動きを止めた。やがてマシンガンは何事もなかったかのように壁の中へ戻っていく。壁が閉まることを最後に部屋は静寂に包まれる。どうなったんだ。しばらくはバリケードの中でじっとしていた総一だったが、やがて何も起こらないことにしびれを切らして、バリケードの向こう側の様子を覗き見ようとした。危ないよ、総一くん。ナイトの手が総一の首の周り、首に回り、それを阻止しようとしたが、総一はそのままバリケードから頭を出した。大丈夫みたいです。壁から出れたやつも引っ込んでます。また出てくるかもしれないよ。カリンは内さんの隣に横になったまま、統一を見上げている。出てきたらすぐに引っ込むから平気だ。そのまま総一は部屋を見ました。あれは高山さんだよな。すぐにもう一つの出口のあたりに倒れている、人間の姿を発見する。そしてその周辺には彼のものと思われる荷物が散乱している。彼の持っていた荷物入れは銃弾によって引き裂かれ、中身はあたりに散ら、撒き散らされてしまっていた。
話がまとまりかけてたっていうのに。総一は中山の慣れの相手を呆然と見つめながら肩を落とした。総一くん。そんな総一の様子に愛さんは体を起こしてバリケードから顔を出した。高山さんが。総一が指を指す前に渚はすぐそれに気づいた。残念だわ、もう少しだったのに。一体何が起こったんでしょう。多分残る一人の横やりね。渚はそう答えると厳しい表情を見せる。ゲームマスターか。総一はすぐにそれに気づいた。罠と首輪で人を殺せるなら手動で攻撃してくることももちろんできるのだ。俺たちが戦わずに終わるの阻止すつもりだったんだな。だからこそ手塚が去った時点で攻撃がやんだのだ。これで厳しくなったわね。はい、手塚さんはもう俺たちと話そうとはしないでしょう。それが誰のせいであっても同じこと。そうしたちであろうが他の人間であろうが対話しようというタイミングで攻撃を受けたのなら次もまた同じになるかもしれない。その危険をあの手塚が犯すとも思えない。きっともっと単純で手軽な方法で解決しようとするだろう。総一くん、気は進まないけれど少し調べてみましょう。はい。そして総一たちは警戒しながらも倒れている高山に近づいていった。はい、というわけで、ね、今回はね、一旦これでね、終わりにしたいと思います。いつもね、チャンネル登録、高評価もしてくれたらね、励みになりますので、よろしくお願いいたします。それでは。